クルンクン王国は、ゲルゲル王国より分かれたバリ八王国のうちの一つ。その創始国とも言うべき存在で、王の位は、デワー軍と言い,い、た王国の王より位が高い。とはすまらプら。グルンクン王デワー軍ジャンベ二世イゲルゲル王国のダルム、ディマデ王の時代に、大臣、グスティア軍ディマデが二度にわたって、無本を起こした。1651年の二度目の無本では、 反乱軍の方が勢力が強く、ディマデ王はグリアンへと逃れた。そして、二人の王子はシデムンにかくまわれた。ディマデ王は復権することなく、没し、二人の王子は彼らを支持する、地方領主たちの協力のもとグステア軍ディマデの勢力を打ち破った。そして、1710年に、ディマデ王の子ではアグンジャンベワ島、ゲルゲルではなく、その北にあるクルンクンに戦闘とした。 これが、クルンクン王国の始まりである。しかし、クルンクン王国にもはや、バリ島を統一する力はなく、これ以後地方領主たちが拡挙し、八つの小王国が、覇権を争うようになる。また、クルンクン王国は、ゲルゲル王国の直系として君臨し、国王より位が高いが、名目上のものとしてしか機能しなかった。八百八十年代前半、ギアニャール王国を、 勢力化としたが、新興勢力として台頭してきた、ウブドのスカワティケにギアニャールの北部を支配されてしまい、クルンクン王国に対しても圧力をかけ、スカワティケはカランガスム王国と連合して、クルンクンを攻めてきた。また、19世紀末になると、オランダの勢力が伸びてくる。バリ島での座礁した船や積み荷の略奪権が、バリ王国にあった。この略奪権について、 王国とオランダで衝突し、オランダによりバリ攻撃が行われた。小さい王国は一つ一つオランダの軍門に下っていく中、クルンクン王国は最後まで抵抗するが、1908年、ついに、オランダ軍に攻められププタンにより滅びた。スマラプラ王国とも言う。ありがとうございます。